花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。だんだんなんかこう春めいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今日もね、ギターの高橋真子さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、また一段と短くなったんじゃないですか。昨日また切りましたね。はい、なかなか、でも短いと結構逆にそうそう、頻繁に行かないと、頻繁に行かないとね、うん、だからもう大変っちゃ大変、ね、もうちょっと思い切ってもっと短くしてやってね言っといた。そうね、板についてきましたよね。そうですか。うん、板前って呼ばれてますけど板前ギター。いやいや、ということでね、高島子さんおなじみですが、松下俊美さん、こんにちは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松下さん、ちょっと具合悪かった？いきなり、うん、いきなり、そうでもない。あ、ちょっと歯がちょっと痛かったっていう。本当、大丈夫です。ちょっと腫れ、これ太ってんの。あ、そう。腫れてるというかね。ちょっとでも腫れてるんだけど。いいですね、そののっけからね。もうね、こんな感じで参りますけどもですね。はいはい、今日はね、素敵なね、お客様ですけどもね、しばらくぶりに、日本に、ね、来られました。トミー磯部さん、こんにちは。アロハ。What's up? アロハ。How you doing? ね、もうこのね、だんだんやっぱりもうあれですか、アメリカというか、まあアトランタとか、はい、そういうところは今ハワイですけども、はい、もう何年ぐらいになりましょうかね。1982年からですから36年。ね。はい。もうあれでしょ、もう顔つきがもうちょっと、ハワイアンね、ちょっと外人顔、痩せたんですよね。あ、痩せましたね。7キロ痩せたけど、また日本に14日ぐらいいるんで、3キロぐらい太りましたけどね、また美味しいもんだらけで。ねえ。美味しいもんだらけ。どうですか、やっぱり、日本食がやっぱ好きですかね。うん、やっぱ美味しいね。日本の洋食とかがね、アメリカってないんですよ。うん、ドミグラソースとか、カニクリームコロッケとか、その、フランスの影響を受けた洋食っていうのはアメリカにはないんで、うん、この前カニクリームコロッケ4オーダー食いまくって、ライブハウスのオーナーさんひっくり返ってましたけど、それは太るね。いいですか。ね、でもね、まあ、トミーさんはずっとその歌い続けてね、長いですけどもね、すごいですよね。ずっと続けるっていうのは大変なことだと思うんだけど、ね、結局これしかできないですからね。でもね、素晴らしい。でもトミーさんも一時期空手とかやられてて。そうですね。今日はね、空手の師範がね、まあ国際色豊かですけども、僕の空手道の先生がね、アトランタからね、まあ前もねいらっしゃいましたけども、としみさんの方からご紹介いただけますか。高橋つとむさん、イエーイ。高橋つとむ師範、アトランタからですね。それからサンフランシスコから、はい、斉藤たけしさん。たけし、斉藤師範、イエーイ。ね。これやっぱトミーさん、そのつながりもあるんですよね。そう、もうまさにね、アトランタ時代に、うん、最初酒飲み友達かでとして友達になって、で彼が大山空手の道場をもう開いていいよっていうことでね、最高師範から開いた時に、ね、じゃあ俺もやるわって言って、うん、あ、最初から。そうなんです。ね、そういうつながりで僕もね出会ったわけですよね。はい、うん、それで今日はまたそういう風にね揃うっていうのはなんかね、すごい、やっぱり、ね、うん、なんかすごいですよね。斉藤師範がねいらっしゃってるっていうこともちょっと僕もびっくりして、まあ、昨日ちょっと一緒にね、はい、お食事させていただいて、お食、まあ、飲んだお食事、お食事をですね、もうしっかりしました、ね、この辺の人はバットを3本ぐらい重ね束ねて、すねでぶち折りますから、ね、うん、すごいね、すごいから、もう本当、うん、だから、すごいね、すごいですよね。昨日プロレスラーの方もね、ご紹介いただいたんですけど、まあ素晴らしい僕も出会いがありましてですね、いろいろまたこう違う世界の方々と
出会うっていうことがまたね、うん、一つ勉強になりますけどもですね、さてトミーさん、はい、今回はですねそのジャパンツアーということになりますね。そうですね、今回はねちょっとソロで回ったのが結構多くて、うん、もう最後今日を入れて2日なんですけど、今日六本木のホーキパスクエア、うんうん、ホーキパってたまたまハワイ語の名前のお店で、そうなんですか、ホーキパってハワイ語でおもてなしっていう意味なんですね。へー、そうなんですか、はい、そこでソロまず今回のツアーの初日の2月2日そこでソロでやらせてもらって、うん、まあ自分のいろんなレパートリーとあとフラのダンサーの方も来ていただいてすごい盛り上がって、うん、で2週間後の今日は、うん、ドラムは小野秀夫さん、うん、はいはい、ベースは尾形慶次郎さん、はい、でギターは松川純一郎さん、このもうすごい ね協力メンバーで今日やって、うん、で今度19日の月曜日は渋谷のテラプレインっていうブルースのお店で、うん、なんと日本のジミー・ヘンドリックス、シゲオ・ヘンドリックス中尾さんと僕とはい、はい、でリズムセクションはいつものオガンちゃんとがベースでロジャー・高橋ドラム、そこにさっきメッセージが来たんですけど、キクシュンが遊びに来るそうで、はいはい、それでタメちゃんも、あつとタメ庄司さんも遊びに来てくれるということで、みんなまあ、あれですね、音楽魂もつながってますよね、音楽魂ファミリーですね、そうですね、素晴らしいですね、なんかね、それが一応今回の最後に、そうですね、もうあと2日残すだけで、うん、そうですか、もう20日にまたハワイ島帰っちゃいますけど、いいですか喋ってて、うん、5月19日からなんと、うん、去年金沢のジェラスガイっていうライブハウスでレコーディングしたライブ CD が発売になるので、それでレコ発ツアーでですね、うんうんうん、5月19日から6月12日まで約1ヶ月また決まりまして、うん、あ本当今回はもう20カ所ぐらいやるぞなんて、おがんちゃんがもう張り切ってますんで。ああそうですか、はい、あなるほどね、ご活躍ですよね。ご活躍ですね。もうね、寒いですね。日本は寒いですか。室内が暑い。あ、もう朝ギャラだらですよ今も。あ、なるほどね。僕は摂氏17度ぐらいまでは裸族で大丈夫なんで。はいはいはい、日本の空調をね、この暑い室内の空調の中で長袖のシャツ着てるだけでもう、うん、あそうかそうか。だらだらね、来た時はでも雪で大変だったでしょ。そうですね。まあね。日本の雪も何十年ぶりですからね。なるほどね。というね、トミー磯部さんですけども、今日ちょっと生歌をね、はい、ご披露していただきますか。なんか、はい、どうしましょう。まあさ、まあリクエストとかね、はい、ファックスも後でご紹介しましょう。はいはい、うん、まずなんか歌を。まずじゃあちょっとさっきのサマータイム。サマータイム。お、サマータイムいきますか。はい、G マイナーですけど B フラットからで、ね。You spread your wings.
and mommy standing by your side.マイナー系のね、うん、あのダンシングオールナイトも、うん、マイナー系のソロのメロディーがもう最高ですね、うん、マコさん。なるほどね。ダンシングオールナイト出ますかみたいな。いやいやね、確かにね、あの、まあ、マコさんやっぱりね、あの例えばジャズの人とか、うん、ゲストに、まあ、あの方とかね、あのお呼びしてもね、まあ、マコさんもなんかオールマイティーじゃないですか。何でも聞けますね。ね、びっくりするよね、なんかね。素晴らしいなとか思うんだからね。天才誠さん出ましたか、マジさん、はい、なんか出さないといけない、ということでね、松下さんの方から、はい、ファックスをちょっとご紹介していただきましょうか。ミキさんからですね、はいはい、皆さんこんにちは。ようやく少しずつではありますが、はい、暖かくなってきましたね、うん、冬来たりなば春遠からじとはよく言ったものですね、うん、でも今夜から明日にかけてまた北陸では大雪の可能性とも言われています。あ、またね、怖いですけど、うん、トミさんお帰りなさい。ただいま。今年はトミさんも雪の影響でいろいろあって大変でしたね。それに、ハワイ島との温度差も激しいから、うん、ご体調を心配していました。ハワイ島との温度差はね、どれぐらい？室内が暑すぎて、うん、汗だらだらかきすぎて苦しんでます日本で、うん、ね、日本のね。でもハワイ島はね、1年通じてだいたい25度から30度なるかならないかぐらいなんで、一番いいね、一番いい気候なのよね。そう、それで、翔太郎さんの投稿など拝見すると、翔太郎さんって川上翔太郎さんのことだと思いますけど、はいはい、今日来るんですよ翔ちゃん、ね、夜名護から来ます、うん、すごいね。変わらずの圧倒的な歌力が素晴らしいですね、うん、個人的には、うん、プロとアマの差は、うん、心が動くかどうか、うん、その中にはやっぱりボーカルの力ってのも大きいと思ってるので、うん、トミさんのギターと歌は本当に素晴らしいと思います、うん、今日も皆さんと楽しい時間をお過ごしくださいね。ベタ褒めだね。ありがとうございます、ありがとうございます、うん、さて今日は旧正月らしいですね、うん、もう一度今年の誓いを確認するのにも良さそうです、うん、オイラは皆さんに負けないくらいに夢を追いかける年にします。目指すは皆さんの笑顔です。リクエストトミさん、
この間誕生日だったボブ・マーリーの「ノー・ウーマン・ノー・クライ」やオリジナルの「レディー・サンシャイン」も聞きたいし、はい、やってないかもしれないけど「カイマラ・ヒラ」みたいな雑ハワイな曲も聞きたいです、うん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 、けど何でも OK です、はい、カナさん、はい、ハリヨシコールガールがブルージーでいけそうですけど何でも OK です、はい、で PS 今日はちょっとした打ち合わせとかぶってしまい、うん、丸ごとは聞けないかもしれませんが、うん、こんな時には動画がありがたいです動画ね、あのキキさんが ね、あの毎週撮っていただいてますけども、はい、あと、まあ、金子さんがミキさんありがとうございます、うん、いつもね、あどうもありがとう、温かい励ましを、ミキさんが知ってますか、知ってもう、ね、知ってます、博多で会った、福岡まだ会ってないですよ、まだ、そうなんだ、ミキさんなんか仕事の都合かなんかで、うんうん、あの博多でやった時お会いできなかったけども、うんね、いつもやり取りしてますから、ああなるほどね、うんうん、そうそう、ミキさんはね、あれだってレディーサンシャイン、はい、やる？だから、まあまあ、もういいし、それは、うん、まあ何でも OK ということで、ノーマンノークライ、ノーマンけど、うん、あのマイナーでやったんでノーマンマンノークライちょっと言ってみましょうか、軽く、はい、やってます？いいですか？やってみますか？はい、はい、カナオさんもあの皆さんじゃあコーラスお願いします、俺コーラスできるかな？いいですか、push on through.
はい、イエイ。博多のミキさんのね、リクエストご紹介しました No Woman No Cry、 トミー磯部さんでしたけども、素敵なね歌声でもいつ聴いてもいいですよね。今日はあんまりブルースねここでやらずに、今晩はブルースですけど、今晩も19日もブルースですけど、今日はちょっとなんかね、うん、いろんな、いやでもね、あなたはもうレパートリーがすごいでしょ。何曲ぐらいありますか。通常こう毎日歌ってるやつは、まあ、200曲ぐらいの中から、ね、あのブルースだけじゃなくてハワイのね、歌すごい、さっきの ちょこっとあの聞きましたけども、素晴らしい歌が ありますよね。やっぱりね、あのいろいろ、もともとあれでしょ、あの、まあ、ブルースが好きだっていう、うん、ブルースとやっぱり古い R&B のこういうね、こうやってっていう、こういうのが好きなんですよね。なるほどね。こういうのがね、こういうのが大体それでわかるっていうね。ジョニー・ウィンターがね、ジョニー・ウィンター大好きですね。ジョニー・ウィンターね、しかもね、うん、あのスローバラードとかジョニー・ウィンターも、もうあの昔は R&B の、うん、バラードとかすごいたくさん歌ってたんですよ、レイ・チャールズの曲とか、うんうんうん、その頃のジョニー・ウィンター好きですね。なるほどね。うん、僕もね、どっちかというと、あのいわゆるあのもろその黒人音楽っていうか、うん、よりもね、ブルーアイドソウルがね結構好きなんですよ、うんうん、割とね、そういう感じで、あ、もう、つとむさんが今写真撮りながら。まこさん、久しぶりに会ってどうでしょう、トミーに。いや、ね、いいですね。ね、気持ちいいよね。気持ちいいよね。歌声がね、もう、こう、抜ける青空が見えてくるよね。うん、青空ね、うん、青空が見えるもん、ね、青空の下でばっかりやってますから。あんまり室内でやる。そうだね。あの、仕事はないんですよ。なるほどね。うん、それいいですよね。うん、素晴らしいロケーションだもんね、あれ。毎週水曜日のね、コアテーブルっていうレストランだけですね、こう決まってる仕事で室内でやるのは。あと全部野外です。なんと素晴らしいね。いいですね。いいとこだな。だってすごいよね。ハワイ島来なきゃ。ハワイ島、いやでもハワイ島でハワイ行くから、ハワイ島行くから、なんつってね、うん、最終週はハワイ行ってるんだけど、ハワイ島じゃないんだ。行けたら行きたいな。ハワイ島に来なきゃダメダメですよ。ね、いとこさんもいるし、いとこもいるしね。あ、そうなんだ。前回も ね、そうかそうかそうか、なるほどね。いいね。でもね、そういうところってね、またあの、日本の満員電車にさ揺られて毎日生活してね、死んでいくよりも、あのやっぱり最後そういうところで死にたいよね。この前ね、僕パドルボードやったら、僕海の中一人だけだったんですよ、うん、であんま波でかくない時で、ちょっとインサイドって言って、こう岸の近くでちっちゃい波乗って、うん、また沖に出てこうと思って、こうパッとターンした時に、僕の横4メートルのタイガーシャーク、うん、日本語で言うとイタチザメ、うん、で驚くほどパニックにならずに、うんうん、ついにこの近くで遭遇したかみたいな感じでした。へえ、すごいね、それもね。人食いザメだよ。そうだよね、タイガーシャークだから。すごいよね、そういう思いもするんだけども、その自然の中で、ね、はい、生きてたらやっぱり日本ってちょっと息苦しくなるでしょ。ですからさっきね、なんかあの金尾さんおっしゃったように、その満員電車の中で揺られて死んでいくよりは、タイガーシャークに食われて死んだ方がまだいいかな。サメの餌だよ。 その方がいいね。サメの餌の方がいいよ、うん、まだサメの餌のためにとってはいい。そう、ね、だってサメが住んでるところに俺らが勝手に行ってるわけ、行ってるわけだからね。方が後だもんね。やっぱその自然の中で、でもあなた向こうで、ケーブルテレビみたいなやつ役者になったの？いやあのビッグアイランズアイズっていう、それは何ですか？それはあの僕が勝手に、僕の音楽だったり友達のミュージシャンの音楽だったり、サーフィンのところだったり、好きなレストランだったりを勝手に撮って、うんうん、日本に送ると、あの大阪のデジタルトラストっていう会社の稲津さんっていうパートナーが、うんうん、8分ぐらいの
エピソードに編集してくれて、あ、そうなんだ。で、僕と彼とスカイプでボイスオーバーをしながら、うん、毎週1回ずつぐらいもう勝手に僕がハワイ島の、うん、宣伝をしてるの、宣伝っていうか、まあ、観光客が普通のツアーで行かないようなところを撮っちゃ、まあ、あの YouTube に上げてるんです。それでもすごいよね。いいね。もうね106話。そうなんだ。いやいや、それとは別にほら現地人の役で出てくれた、まあ、それはもう本当一発だけの大きな、ね、なん 千何百人のオーディエンスに日本語をしゃべるハワイアンのクプナ、クプナっていうのはあの年寄りとか長老とか、うんうんうん、そういう役で出たんでしょ。なぜかって日本のオーディエンスなんで日本語で説明しなきゃなんなかったんですね、はいはいはい、でハワイ語を喋れる、あ、日本語を喋れるハワイアンの役者が見つからなかったもんですから、うん、まあ僕ね、こ濃い顔してるんで、まあ、うんうん、あいつでええやろみたいな濃い顔それで一応役者デビュー、役者でっていうかね、それがね、あの、うん、モノローグ、語り、僕が語ることに対してハワイアンのダンサーとかミュージカルをやったんですね。あ、そうなんだ。そうかそうか。あ、あの要するに語りで。そうですね。なるほど、ね。活弁士みたいな。あ、なるほどね。活弁士って古いね。ね、そういうご活躍ですけどもね。あ、そうか、僕なんかその映画にね、あの映画も出たんです。映画出たよね。あとね、Living on the Rock っていう、ロックスって言って、うんうんうん、ハワイ島のミュージシャンのドキュメンタリー映画をね、うん、作った人がいて、それに出てたんです。うん、そう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 。それはね、今年中にリリースされて、うん、多分インターネットで見れるようになりますんで、うん、ハワイ島のミュージシャンのドキュメンタリー映画。Living on the Rock。Living on a Rock。On a Rock ね。On a Rock ね。うんうんうん、Living on a Rock っていう。すごいじゃない、役者、役者まで、ね、あなた いつかあの、ヤーさんので殺される役で出るのが夢なんで何俺のこと言ってんだそれの方が夢。いや僕ね、本当にね、僕もちょい役出たんだけども、タクシーの中でね、すぐ殺されちゃったね、あれあれでも面白かったよ。いや僕まだ試写会見てないんだけど、松下さんは見てるんだよね。そうそう、あ、結構いい、あれだから、うん、でも主役の方はマトリックスとかに出てる香港男優なんですよね、コリン・チョウさん、はいはいはい、出てね、それなかなかちょっと不切り、うん、結構なかなか時間かかってるんだけど、うん、それはね、Reason of Life っていう、うん、あの映画で、タクシードライバーの映画なんですけど、はい、うん、そこに乗り込むわけよ、うん、俺ヤクザ3人組が、で俺挟まれて血だ、もう最初から血だらけすぐあのナンパしようとみたいに殺されるわけよ、博多弁でなんか女子プロレスので、あの国歌も斉唱してた、ね、ああこの間ね、あの去年の暮れに女子プロレスのね、あの国歌斉唱、ね、いやいや、あのさせていただきましたけども、いろんな経験をねさせていただきますがね、ということで、今日はトミー磯部さんですけども、ね、あれ国歌本当大変だったよ。お、緊張した、なんか緊張した。僕はだから、あの大山空手のアラバマの本部アラバマなんですね、うんうん、でそこで大会がある時に、うん、最高支配にお前アメリカの国歌斉唱しろって言っていつもあの「そう Say can't you see」っていうのを歌ってたんですよ。本当、へえ、素晴らしい。時々声こう緊張してひっくり返っちゃったりしていやいや、もうやっぱり緊張するんだね、国歌斉唱は ね、あれ独特のね雰囲気で、ね、すごい高くなりますからね。そう、Land of Free っていうところがもうそれは難しいよね。君が代とはちょっとまた違う、ね、音域がね、もう、うん、君が代はまあ大体ねあれだけども、でもやっぱね、うん、アカペラで斉唱っていうのはね、うん、うん、なんかね、僕はまだまだですよ、ね、あの、うん、トミーさんみたいに歌えないんでね、いやいや、あれですけども、いやいや、二人とも声がでかい二人が集まっていやいやもないよねということでですね、お便りご紹介いたしましょう。加納芳郎さん、投げ銭 FM 音中ということで、皆さんこんにちは、そしてトミーお帰りなさいということでね、はい、これチャーリー佐藤さんですね。本日の戦いは12時から音楽魂、13時からは、羽生選手のピョンチャンと、
目白押しでありますという、トミー日本は寒いので、ツアー頑張ってくださいねということで、はい、リクエストはありません、熱くお願いいたしますと投げ銭が今日3万円来てます。2万5000円ね、2万5000円細かいこれ使えないよね。これ今日のお財布情報でしょ、きっとね。そうそう、きっとね、そうだよね、トミーさん。細かい情報だけど。トミーさんの、でも、佐藤さんって、あれでしょ、先輩だよ。大学の。きっと、大学の先輩だ。あんま行ってないもん、トミーはね。一、ね、年も行ってないじゃないかな。すいません。学校で会ったことないもんね、だって、ね。もうその当時は歌ってたでしょ。あ、まあ歌 DJ とかやってましたね、ディスコの。ディスコでやって。あ、そうなんだ。ディスコの DJ です。ディスコの。はい。で昔はデスコで僕も歌ってたけど、あのクルメとかで僕はねデスコの DJ を最初にやってDJ から歌始めたんだ。その後、うん、いや歌も歌ってましたけど DJ やって、その後アメリカ行くまで、うん、箱番でソウルを歌ってたんですよ、うん、あの言ってたね、最後の20セントとか、あの無限とかで、赤坂ポテトクラブとか、そう、無限も本当にアメリカのね黒人のバンドが入ってて、ありましたよね、昔ね。昔だからディスコにバンド入ってたもんね。サバークラブにバンドが入ってたんですよね。あ、そういうのあったあった。ディスコはちゃんとレコードでやっててね。でだけどその日本人のバンドだけどみんなアフロにして、そうそうそう、ね、ファイヤーとかね、うん、そうそうやったね、みんな今考えたらすごいおかしいよね、おかしいんだけど、でも当時顔半分でしたから、今の顔半分ぐらいしかなかったから、ジャンボスーツ着てたよね。本当ね、いやそういう経験ってね、僕もね同じように経験してるんで、うん、それから僕はそのデビューをしたんだけども、トミーはもうアメリカに行っちゃったんだよね、ギター持って ね。それが素晴らしいなとか思ってね、うん、なんかこう日本の音楽業界ってこう結構騙されるじゃん、うん、騙されるって言うとおかしいけど、あのエディ・バーンさんがね言われてたけど、まあ、あの俺たちはね、グループサウンズの俺たちはね、もうそのレコード会社にね騙された若造よみたいな重みがあるんだよね、言葉にね、エディさん。僕もだけどね、あの某一時はもう超有名だったグループサウンズのマネージャーが、うん、アメリカンがお前行かねえでよ、うち入れよな、そ、うん、当時そのグループさんだけども演歌とかも歌ってたんですよ、うん、はいはいはい、お前入ったら演歌やめて またポップスに戻るからよ、お前入れとか言われて、うん、いやいいっす、アメリカ行かせてくださいアメリカ行ったりしたんですよ。なるほどね、うん、そこはやっぱりこう分かれ道といろいろありますよね。でもね、で素晴らしいと思うのはやっぱずっとそれをね貫き通してるっていうね、そうですか、音は素晴らしいじゃないですかねなあとか思うよ ね、 ね、松下さんもまあ最初はねきっかけで、あのだって2012年だよね、そうそう、最初に来たの12年、ほら誠さんにお世話になった、そう ね、 ね、こっからねトミーはね始まったんです。そうだった、そうだった、日本ツアーがね、その時に僕と誠ちゃんが、はい、あの恋若なんかでやった時にトミーのチラシを持ってきたんじゃないの、うん、そうそうそう、これ次の年かな、 その次か、次の年だよね、そっかそっか、うん、その次の年、マコさんにはねずっとお世話になって、そうそう、こんなに大きくなりました、こんなに大きくなりました、ありがとうございます。平塚のレインにね、そうそう、最初があれ、そこにね2曲ぐらいだけレインしに行ったんですよ ね、 あのマスターも亡くなっちゃったんだよね、お世話になった、本当、うん、それでだから去年はレインが今、うん、サッドカフェっていう名前になって、うん、で去年俺そこでやったんです。あ、そうなんだ、もうね、だから何年前、そうだよね、12年、6年経ったんだ、うん、だけど毎年来れてるもん ね、 ね、なんだかんだ言いながら ね、 ね、うん、でも結構大変だよね、まあ、こう来るのっていうのは、うん、そうですね、あのいい部分もありますか、旅費とかも大変だろうけど、まあ、まあ今回特にそうなんですけど、翔、うん、ちゃんがもう大盤、まず夜なごの食いもんがとてつもない食いもん食いもん食いもんの話出ますよね。おととい僕なんとね、祇園の、うんうん、池池の、うん、あの祇園の佐々木さんっていう、もうミシェランのレストラン、うん、あの懐石料理で修行された木田さんっていう人が、あのオープンした、うん、もう十何席だけのところで、うん、とんでもない懐石料理にご招待されて、本当すごいね、すごかったですね、
だからやっぱね、食べ物本当に食べ物になるよ ね, ですね、うん、で僕日本酒が飲めなかったんだけど、今回寒いから、うんうん、熱燗をちびちび飲める男にいつかなりたいっていうのが僕の夢で、あいい、ね、苦節58年してやっと熱燗をちびちび飲める男になりました。いいじゃないですか今回の日本酒。やっぱりね、どうしても日本 の, あのそういうあの解析とか言ったら日本酒がね、ちょっとフィットしますよね。うん、いや素晴らしいね、あの結局食べ物になるよね。いやでもね、あの本当そうやってこう一人がね、そのの心に響くっていう、まあまあ米子だったら川上翔太郎さんかもしれないし、ね、それが基本になりますよね。それからどん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 広がっていくんだね、やっぱりね。翔ちゃんのおかげです。ね、あのラジオで、ラジオを使って、翔ちゃんのおかげです。ね、そういうの僕らもね、味わって、味わってね、カニをね、いつじゃないですかね、カニをね。ね、まだ1回だよね。そんな。何回も何回も。何回も言わないです。うん、まあね、あの、そういう、まあ全国にそういう方がね。ニーカーをね、ニーカー。あの、バンドマン用語に逆に言うね、ニーカーがね、美味しい。食べましたね。ニーカー、僕だけに取っといてもらってニーカーつけてもらいました。本当翔ちゃんに、はい、そういう情報は来てるんだけど、ね、今日カニ食べました。直樹君音楽番組食い物の話になってたのに。食レポ番組ね、ということでトミーさん今日はまたね、あの、はい、なんかやります。僕あのじゃあ、ね、ハワイアンのね、僕が今一番好きな歌があるんですね、歌うので、すごくレイホーヘノというね、すごい嫌いな歌で、これ孫さん G のこう、うん、ちょっとジャジーなんで、うん、ポロポロポロっと孫さん の,、はい、あのいい気持ちいいやつでちょっとイントロだけ、はい、
はい、素晴らしいですね。トミー磯部さん、レイポー、レイホ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 ーオヘノっていう、ホーホーオヘノ、レイホーホー、どういう意味でしょうね。これでもあれ、美しい花をこう君に捧げるみたいな、まあそれともまた違うと思うんですけど、まあ、あの綺麗なね、レイホーオヘノっていう、これやっぱハワイってあの白人が入ってきて、白人がね、うん、やっぱりギターとかそういうのをあの持ってきてから近代ハワイアン音楽っていうのができて、うん、スイングジャズとかスタンダードジャズの影響がものすごい多いんですよね、うん、ハワイのこういう、うん、あの近代ハワイの音楽っていうのは、うん、なるほどね。なんでこれもね、イントロもちょっとおしゃれじゃないですか、うん、なるほど。これはでもね、あの普段は割とブルースをね、うん、あの歌ったり、まあ、ブルースロックですけども、はい、こういうのはすごいいいじゃないですかね。週に2回火曜日と木曜日は僕1時間フラダンサーの伴奏して歌わなきゃなんないんですよ。へー。ハゴソン・ザ・ロックスっていう店と、うんうん、ラバラバビーチクラブっていうところは必ず1時間フラダンサーが入るんで、でそれで歌い始めたらやっぱりね、うん、英語のハワイアンよりやっぱハワイ語のハワイアンの方がもう、うん、自分も歌っててもやっぱり気持ちいいんですよね。なるほどね、うん、それすごいね。いやいやいや、カメレオンなんでスペイン語も歌っちゃいますし、イタリア語も歌っちゃいますし、なるほどね、うん、そう、あのやっぱ言葉がそれね、あの長く住んでたら素晴らしいと思いますけども、あのそのハワイのブルースっていうのはそんなあるの？結構ハワイのブルースだから、ブルース系のオリジナルを作って歌ってる人もいるし、あとマウイにウィリー系っていう怪物がいて、彼はもうアンクル・ウィリーズ・ブルース・フェスティバルってやってて、なんと、うん、ドゥービー・ブラザーズのパット・シモンズ、ジージー・トップのビリー・ギボンズ、うん、あとはエアロスミスのスティーブン・タイラーとか来ちゃうんですよ、そいつが一声かけると。本当。それであとフリートウッドマックのミック・フリートウッドがマウイ島に住んでて、うんうん、フリートウッドっていうあのレストランとライブハウス経営してますんで、マウイは結構そのウィリー・ケイもいるしすごいですね。でウィリー・ケイってオペラも歌う、イタリアにオペラを歌いにコンサートで行ったりもしちゃうんですよね。そうなの。すごいやつで。すごいやつだ。本当。彼とも僕一回あのミュージックフェスティバル一回やったこともあるんですけど、ね、うん、素晴らしい、あのトミー磯部さんの子供ですね。まあ、このツアー今回ね、まずそうですね、あのまた今日の話とかライブの、はい、今回のライブの話聞きましょうか、はい。これは今晩、今晩、まあ、六本木ですね、六本木5丁目のホオキパスクエアっていうお店で、はい、あの六本木って言ってもちょっとあのアウディのディーラーの辺の近くのちょっと静かな、はい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 、いい感じのところの地下にあるお部屋でですね、はい、さっきも言ったようにホオキパっていうのはハワイ語でおもてなしっていう意味で、うん、今日ももう予約だけでも45人ぐらい入ってるって言ってるんで、まあ50人ぐらいは見込めるんじゃないか、うん、でもまだまだ入れますんで、もしよろしかったらいきなり来ていただいても結構です。7時半スタ、うん、あ開演、6時半会場ですから、うん、はいはいはい、あ素晴らしいですね。それは今日もあの、うん、小野さんはあの桑名さんとかとやってたんですね、うん、桑名正弘さんなんかのドラマーやってた小野秀夫さんがドラム、うんはいはい、でベースがあの僕とちょっとあの遠い親戚かなみたいな感じの緒方圭二郎君、はい、でギターがね日本のスティービー・レイ・ボーンと言っていいのか、日本のジミヘンと言っていいのか、日本の松潤と言った方がいいのか、松川純一郎さん、うんはい、この4人で、あ素晴らしいね、濃厚にやって、ね、はい、やらせていただきます、はい、それと19日で19日が渋谷のテラプレイン、テラプレイン、はい、ここまたねテラプレインのマスターっていうのはね、築地のね、うん、お魚屋さんでブルースバーナーの魚料理めちゃくちゃうまいんですよ。
はい、そうなんだ。で、魚辺に青いって書いて、自分でブルースって。この字、俺が。魚辺に何青いって書いて、サバだけど、俺はブルースと読むとかなんか言って、自分でこう壁にかけてあったりして、そのマスター。そうなんだ。それで、ミシシッピーからキャットフィッシュね。ナマズを、ミシシッピーのナマズを入れて、ミシシッピー風のキャットフィッシュのフライ作ってくれたりね。じゃあ、待って。あともう、サバの味噌煮とか、もうちゃんとめちゃくちゃうまいですし。本当。で、それは僕が日本で基盤としてるブルース・ドッグスのリズムセクションのベースのオガンちゃん、うん、でドラムロジャー・高橋、うん、それで日本の地味編シゲオ・ヘンドリックス中尾さんがやってるキス・ザ・スカイっていうバンドがまたリズムセクションオガンちゃんとロジャーなんで今日は集合の交わりをこうね、うん、こういう感じで、うん、トミー磯部とシゲ、うん、シゲオヘンドリックスさんとそれはやって、うん、なるほどね、で菊田俊ちゃんも遊びに来るぞと、はいはい、でね、うん、素晴らしい、タメちゃんも、タメちゃんも、マゴさんの親友のタメちゃん、親友なの、アツとタメ庄司さんも遊びに来てくれるんで。なるほどね、楽しみですけどもですね、はい、ご活躍をねお祈りしたいと思いますが、また来年もね、はい、今年か、はい、もう5月に来るんですよ、5月ね、5月まだ、はい、ね、来ますね、うん、もうすぐだ、暑苦しいからね、あんまり長くいると帰れって言われるんですけど、ね、誰に言われる、いやいや、世間の人にそう、ね、意外とマイナス子だね、そう、でもまあ、まだあれですか、お母さんにもお会いできましたか、もうおふくろには4日連続会いに行って、あ、本当、うん、すごいすごい、でもまあお元気そうでね、何よりですよね、いやいや、もうかなり宇宙頭の中は宇宙遊泳状態ですからね、おふくろも、ああもう僕もね母と会いましたけどもね、なんか結構あんま覚えてないですよね、うんうん、でもまあそういう風にね、年頃になるよね、年頃、年頃ね、年頃、可愛いよ、年頃、どうしようか、俺なんかやる、さっきゲスト来てましたか、春吉もうこう暗い歌だからね、でもいいか、たまにはよかばい、よかばい、よかかいなみたいな、あ、これ、うん、あ、コーラスなんかない、あ、そうだっけ、あ、ちょっと待って、これギターを、この4本のねマイクをねこうやってやってますが、それはなくて、あ、コーラスなんか入れてよ、入れてよ、いや、ない時に入れるのはこのじゃあ、博多美希さんのリクエストをご紹介しましょうか、ということでね、あ、なんか女性が来たらまこちゃんが大喜びで、ってくるで有吉コールはみんな手振ってんのね、俺は振ってるの、暗い歌うんだからみたいな。私は博多春吉の夜の女さ、街行く男に声かけちゃね、遊んでいかない、そもそも私がこんな女に、そこが旅に出てもう帰っちゃ来なかった、一年待っても二年待っても帰っちゃ来ない、だから私も一人で旅に出ちゃ
い、ということで博多のミキさんのリクエストにお答えしましたハリスコルガール、どうもトミー・ソウルさん素敵なギターじゃないですか、ありがとうございます。なんかね素晴らしいですけども、トミー・ソウルさん、今日もね、ライブですけども、また明日19日までですね、お楽しみいただきたいと思いますけども、いかがでしたか、久しぶりにもうね、なんか年なんていうんですか、ね、恒例の1年に1回の行事みたいになってね、そうですよね、呼んでいただいていつも、いえ、ぜひね、またあの春になるとまたお会いしたいです。そうですね。ね、またよろしくお願いします。はい、ね、なんか一緒にやったりしましょう。はいはいはい。ね、あの僕でいいですか。よろしくお願いします。あのなんかやりましたよね。あの野毛でね。野毛もそうだし、築地じゃなくて、やった両国の真子さんと俺とやって、ね、やりましたね、台所、うん、そうかまたね、機会がありましたら、ね、やりましょうよね、ということで、今日のゲストはですねトミー・磯部さんです、はい、from Hawaii ですね、 Thank you、アロハ、アフイホー、アトランタ、サンフランシスコからもね、あの大山空手の師範、ありがとうございます、高橋さんとね、斉藤さんありがとうございます、高橋真子さんありがとうございました、ありがとうございました、松下としみさんありがとうございました、動画の菊さんもありがとうございます、ということで、また来週お会いいたしましょう、お相手は金丸芳郎でした、 See you next time。また生まれ変わるさ、日々は祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に